オードリー・春日のプロポーズに号泣不可避。人気芸人のオードリー・春日が11年交際した彼女にしたプロポーズが涙なくして見れないと話題に。ゆずの栄光の架け橋を引き、ハイボールを飲んで寝るだけかもしれないけれど、焼肉は食べ放題かもしれないけれど、ただ温泉に行くときたまには特急に乗りましょうか。この先の普通の日を普通に過ごしたいですと、春日らしいプロポーズに奥さんも涙。隠れてプロポーズを聞いていた相方の若林も鼻水を垂らすほど号泣してしまった。